牧野忠隆は、江戸時代後期の大名、越後国長岡藩11代藩主、長岡藩家牧野家、宗家12代。太平、万代大政武官五代名宗牧野二分札の一、藩より、越後長岡藩、牧野忠隆の箇所文政7年9月1日、三河西尾藩主、松平城藩の三男として、江戸に生まれる。越後長岡藩の、第10代藩主、 牧野忠政の養子となる。ちなみに、時系の牧野忠衛も、峰山領主子となっている。武漢では、獅子時代の付役に、小林・新政が一時期なっていたことがわかる。天保11年4月28日、将軍、徳川家吉に敗越する。同年12月16日、十五位した現場頭に除任する。安政五年10月25日、矢部忠政の死去により、 家徳を継いで、第十一代藩主となる。万縁元年六月二十五日総社版、文久二年三月二十四日、自社奉行家役、同年八月二十四日、京都諸市大に就任する。京都諸市大就任に伴い、十四位下地中に昇進する。文久三年六月十一日、当時の京都は、騒動続きであり、長岡藩のような昇藩では対応できないとして、 辞職した。同年9月13日老中に就任し、12月24日、外国事務を取り扱うことを命じられた。この時、家臣、河井次之助を広用人として徴用し、反省改革を行う。源氏元年7月22日勝手用係を命じられた。慶応元年4月13日、政局に難題が積まれるに及んで老住職を知りいた。 京都書次第、老中の辞任はいずれも、河合の震源によるものだった。慶応3年7月11日、隠居し、養子中君に家督を譲った。隠居後、雪堂道と号した。北越戦争を経て謹慎し、明治に入ってから許される。明治8年2月、四男、ただし武氏の隠居により、家督を再び相続した。明治11年9月1日、55歳で死去した。 竹、牧野忠地が長岡市立中央図書館所蔵。1982年の住み会時における、牧屋かボ地改装に伴う緊急遺骨調査によると、以前に改装されていたために調査当時、遺骨の保存状態が悪かったとしている。推定身長は、尺骨から推定して149.1センチメートルで、太さも細く、牧野忠清の長男、牧野忠しに、 キャシャ格と推定している。ありがとうございます。